京都へ追い出す、どうもミスター京都アッキーです。はい、いやちょっと今飲み歩いてて寄ってるやけど、今三条商店街にいるんですよ。ほんでブラブラしてたらね、なんか変わった立ち飲み屋見つけてしまって、聞いたら2023年の4月オープン、なんと馬刺しのた、馬刺玉っていう馬刺しの立ち飲みですよ。馬刺しが食べられる。はい、ということで今から早速向かっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そしたら行ってください。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。酔っ払ってます。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインに、たまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。三条商店街のね、二条城の駅の方から入ってきてすぐですわ。これいいっすよ。これ微笑み笑み酒場、これ馬刺しやで、馬刺し。おー、せんべろやな、せんべろ。これもええけど、せんべろもいいな。おー、行ってみよう。おー、すごいな。おー、こんな店あるの知らんかったな。いや、中はこれ座れるみたいですね。中は座れるみたいだけど、立ち飲みで行くわ。こんな土産物もあるね。やっぱせっかくだからこれ行こうや。これね、ほろ酔いプレミアム、馬刺し3種ですよこれ。へえ、小鉢3品、アルコールこれだけついて、この料金ですね。おお、せんべろもありますよ、せんべろね。これ行きましょう、せっかくだしね。はい、ということでやってきましたよ、本日は三条街商店街。はい、ここの店はね、あのサインの方にね、馬刺しのお店があって、俺も前からずっと気になってたんやけど、肥後津堂っていうお店があるんやけど、そこの系列のお店で、笑み酒場、立ち飲みです。はい。うまい馬刺しをいただく前に、このほろ酔いプレミアムのセットがいっぱいついてるんやけど、それでまず行きます。中の男の店、最高、うまい。今日は贅沢に馬刺し3種盛り合わせの、はい、ほろ酔いプレミアムいましたんで、よろしくお願いいたします。来ましたね、本場熊本にこだわった、はい、なんとこれは何だろうね、これ牛、熊本牛かな、知らんけど。ほんでからしれんこん、なんか筋煮込みみたいな。ほんでこれさ、プレミアム新鮮京馬刺し、もも赤身ですね。新鮮京馬刺し特上バラですよ、バラ縦紙ですね、これ。はあ、食らっていきます。ほんで2杯目は
黒伊佐錦鹿児島の焼酎。馬刺し行く前にちょっとこの3品行きますね。これなんやろな、これテールっぽいな、ちょっとテールっぽいな。さあそしたら行くよ、こちら。あら、トロトロに長時間煮込まれた、なんか知らんけど、なんだろう、ちょっと馬の香りというか、馬の筋肉かもしれないな、これ馬の筋やな、多分そう、多分。馬の筋と豆腐を炊いたやつ、うまい。ほんでからしれんこん、これやばいね。わー、よう聞くわ、ツーンとよう聞くわ、うまい。からしに使ったれんこんでね、もうすごいええ香り。からし好きにはたまらん。九州のね、鹿児島の焼酎と組み合わせて最高ですわ。これ次こいつ、これ。これも馬のたたき、馬のたたきや。さいぼしの香りがするね、あの燻製にしたさいぼしの、それのあのたたきバージョン。周りこれ燻製になってるかもしれない。おお、しっかり馬にこだわった料理ですね。はい、この3品から。はい、じゃあ馬刺し行ってみます。いや、いいね、これ。ほんまに馬好きにはたまらない。馬好きには馬好きじゃあこの赤身からね、こう。あ、綺麗やな、この赤身も。ほんま、ちょっとダブル食いしますね。ダブル食いでいきます。ほら、綺麗や。低脂質、高タンパク。よっしゃー、ほな赤身もも肉からいきます。やわらか、もちもちしてるわ、身も。またこの醤油もむちゃくちゃうまいね。醤油、甘い感じの醤油でね、多分九州の熊本の醤油は思うやけど、これむっちゃ柔らかい。臭みもなんもない、もうこれうまい。ここね、ランチもあるんですよ。ランチもまた今度あかんね、ランチメニュー。最高。来ます。そしたら特上バラですよ、バラ。この油の部位とね、これたまらんよ、これ。これも霜降りやな、油。どうやって答えんかな。これでいくか。生姜。馬のバラ肉やね、バラ肉やね。はい、いきます。こっちはとろけんね、ほんでこっちは油、歯ごたえすごい。甘い油な、もう口の中がすごいクリーミー。まあ、これとろけんね、これとろけんね。うまいわ。なんか馬の脂ってあんま罪悪感感じひんな。豚の脂やから太る罪悪感あるけど、なんかヘルシーに感じる。全然脂っこく感じひん。いや、これ白ご飯とかも絶対合うと思うで。昼のランチね、いろんなあるんすよ。ランチはまだ来たいね。いや、でもサインの馬刺しの店ずっと気になってたけど、そこ行く前にここに来るとは思いませんでしたけど、いい店ですよ。中では座って飲めて、表では立ち飲みが楽しめる。でも全然寒くない、暖かい。はい、いや、こういう感じでね、馬刺しの美味しい立ち飲みオープンしてますんで、僕も知りませんでしたけど、はい、最高に美味しいんで皆さんぜひ来てください。馬好きには
むちゃくちゃうまくて最高です。おろした。はい、ということでごちそうさまでした。今日は馬刺しの立ち飲み行ってきました。いや、3位にあるあの馬刺しのお店のあの系列みたいですけども、よかったね、美味しかったわ。どれもほんま馬刺しうまいな。これはもう2000円安いよ、2000円でね、あの一杯飲めて。いや、こういう形で美味しい馬の料理っていうか熊本の料理かな、はい、いただけるお店が三条商店街にオープンしてますので、皆さんよかったら、はい、いっぱい飲みに来ていただいたらいかがでしょうか。僕もまたランチに行きたいね。はい、はい、ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。ありがとうございました。ネギが歯に挟まって喋りにくいわ。最後でした。ありがとうございました。